今回は秋田に行ってきました。秋田に帰った時に必ず行くお店を今日紹介します。ここの秋田県市町村会館ってところなんですけど、ここあんま、みんなに知られてないようなところで、駅から少し遠くなってて、タクシーだと1000円ちょいぐらいで来れるのかな。今みたいに結構正面玄関が閉まってる時が多いんで、そういう時は横の扉から入ります。ここの横も結構分かりづらいところにあるんでね、正面見て右側に行っていただいて、そこで扉があるんでそこから入ります。市町村会館は地下1階に2店舗あります。そこに行きます。ここの階段を降りて地下の方に潜っていくと、一番最初に見えるこの館ってところがいつも私が行くところです。ここ美味しいんですよ。じゃあ早速入ってみます。なんか居酒屋っていうよりは小料理屋っていう感じの落ち着いた雰囲気のお店です。でカウンターもねあるんでね、1名様も全然気軽に入れると思います。まずはやっぱ瓶ビールで乾杯ですね。やっぱジョッキの生ビールよりも瓶ビールの方がいいですね。まず出てきたのお通しですね。わらびのおひたしですかね。あ、これも美味しいですね。で、ナスの煮浸し。夏には最高ですね、これ。3品目が小松菜のナムルです。もうおっさんになるとこういうのが一番うまいですね。で、刺し盛りです。この牡蠣もめちゃくちゃうまかったですね。クリーミーで、ほんと美味しくて。これが大トロですね。大トロ、本間の大トロみたいです。口の中でとろけて最高です。お刺身とビールが死ぬほど合う。友達ここで合流したんで、3人で乾杯です。この時はもうビールは3本の後、麦焼酎の水割りです。これは刺し盛りのヒラメかな？の縁側ですね。これもコリコリで美味しいです。食感もいいですよね。最後刺し盛り、これサーモンですね。結構脂っこいよっていうよりはさっぱりしましたね。美味しかった。こちら銀カレーの西京焼きですね。この西京焼きの本当美味しかった。ご飯ね、かき込みたいぐらい。身の方もね、当然美味しいんですけど、やっぱね、この骨にねしゃぶりつくのがまた最高。秋田のブランド牛を使った百合牛の牛しゃぶサラダ、これ美味しかったな。なんかドレッシングもなんか自家製だったんで、すごいバッチリ合ってましたね。これ最後の締めは稲庭うどんと純菜が入った館汁ってやつですね。これも比内地鶏にとったスープ最高でしたね。この純菜もトゥルットゥル、やっぱ秋田帰ったらやっぱ純菜ですね。いやー本当に満足ですね。最後はママさんに挨拶して帰りたいと思います。ここはいつ行っても美味しいものを出してくれる素敵なお店です。ここ単品のメニューじゃなくてコースなんで、電話予約してその時に予算とか大体のことを伝えるとその通りに作ってくれます。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。